こんにちは、はじめましての方が多いと思いますので、はじめまして、カニカマと申すものです。スプラトゥーン試写会、私も参戦します。誰なんだあんた一体。な人に私のざっくりとした説明をすると、私は中央の1エリアルハンターだ。このグラーブさんに興持ちで、相手オストガロア部隊を免疫やられにしてやると、ちなみに私、前作も当然やっている、実力 ?B 隊をうろうろしてきた A-です。過度な期待はしないでくれ。さて、目の前にチャージャーさんがいてちょっと怖いので、ある程度の退路は作っておこう。見れば塗るほど有利になる。ふむ、言うな。一気に距離を詰めて、攻撃終了。お疲れ様でした。イヤーボムがうまく見えませんでしたわ。あはは、私がプレイヤー最初の犠牲者ね。復活、反撃開始だ。ハキさんがいい位置にいるな。行くぞ。では開始。キャッチ狩りされませんように。あぶぶぶぶぶぶ。うお、あの味方さんマルチミサイルの標的にされてる。離れよう。ほっと私と目が合ったの敵さん。私の回避性能プラス1を言うがよい。これが私の実力ですぞ。さて、敵色を自分色に変えていこう。奥の方を見ると敵さんが交戦中。スプラッシュボムが飛んできたが、殴られた方角からしてこちら側にいるな。よし、突っ込んでいくぞ。ちょうどいいところでスペシャルゲージが溜まった。早速発動だ。レッツザゲームビギン。ゲームを始めようか。戦闘というものは高所の方が有利の法則があるんでね。生きる、僕にかかれば当然だよ。次のアイクを。おっと、少し私の複数の人格の一つが目を覚ましてしまったようだ。さあ、あそこにいる敵さんも倒していこう。でさ回避、ダビットセブン、人間、ダビットセブン3、やりました、やりましたよ視聴者様。調子に乗って突っ込むと瞬殺される未来が見えた。ここは一旦撤退し、精神を安定させよう。奥にチャージャーさん、近くから攻めていければ、近くに味方さんもいる、大丈夫だろう。なんかメガホンレーザーみたいなもの見えたぞ。ここに入れば大丈夫かな?壁に背中を当てると安心ね。ダメージ、まさか先ほどのスペシャルが当たっているのか?撤退しよう、あそこは危険だ。チャージャーさんのスペシャルは壁を貫通するインクレーザーだと聞いた。仕様変更もあるし、前作以上にチャージャーには気をつけよう。そんなチャージャーの接近戦が苦手なのはお約束。逃がすか、ライダー春映画でデッドオーさんの活躍を全て目で記録してる私の執着スキルのメルナ。一人の敵に執着すると、周りが見えなくなります。どんな時も、決して見逃さない幅広い視野を持つことが大切です。気づけばもう残り1分を切ってしまった。お、あそこに妙に前に出てるチャージャーさんか。この距離ならゴリ押しでもいけるな。大満からせてもらうぞ。逃げようとしても私の執着スキルでカッチラッシュゴムは絶対安定。マニューバさんのスライドは緊急回避にも使えるんですな。時間がもうまずいな。もう地道に攻めるのはやめた。It's Showtime! さあ、ショータイムだ。自分に、終わり。部屋所詮、君たちは、おぉ、敵さんがただのイカなら私は一体何なのだろう。私もただのイカだったぼーっとしてたら敵さんが、ローラーさんだったら送ってたぞ。そしてチャージャーさんのスペシャルか。なるほど、あちら側にいるのだな。何度も対面したが決着はついてない。ここでつけるぞ。あ、スライドする方向間違えた。どうやら味方さんが倒してくれたようだ。残り10秒、そして敵さんが背後に、ここでこそ私の執着スキル発動。正直に捉えたことは見逃せる。残りは適当に塗って終わらせるとするか。勝ちました。戦績はどうかな ?7 キル2です。私の中ではいい方だ。とスプラトゥーン、いかがでしたでしょうか。製品版が出たら実況する予定ですので、もし興味の湧いた方がいれば、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。